普通に考えたら、お礼はちゃうやろ。おう、おかえり。おかえりなさい。頬やおでこに何かあるの？え？なってないけど、どうかした？ん？ならいいけど。ああ、ところでね、外雨降ってたけど大丈夫だった？よかった、突然の夕立だったからね。広瀬君と、もしかして君は傘忘れちゃったりしてるんじゃないかって心配してたんだよ。それってどういうこと？諸事情って？ああ、君って優しいね。そういうことができる人ってすごく偉いと思う。あれ？じゃあここまではどうやって帰ってきたの？ごめん、もう一回言ってもらっていい？嘘。それって、あいあい傘して帰ってきたってこと？あの人がそんなことするなんて信じられない。ああ、ごめん。君が嘘つくはずないし、頭の中じゃ分かってるんだけど。先入観、偏見。いや、確かに全くないとは言えないと思うけど。菅野さん？ねえねえ、優しいって先輩のどんなところが？猫？そっか、あろうことかまさかのチーラス先輩に。それにこの構図の既視感は一体。うわあ、球がシンクロしてるのかな。君が先輩を思ってる気持ちがすごく伝わってくるよ。他人を気遣える人って尊敬するよね。それに何より猫にまで憧れるな。僕もそうならないと。ん？どうしたの？もしかして久我君って誰かに恋したこととかない？うん？広瀬君、
今何か言った？ああ、やっぱり。いや、何でもないよ。え？僕たち何かした？いや、俺にとったらいい予感なのかな。よくある例だと、不良が雨に濡れた子犬に傘差してたりするのを見てキュッとするとかね。お前はまた人の寝込みを襲う気か。よくもまあ、お前は人の寝込みばっかり襲いよるよな。ほんならどういうわけや。何してたん？ほれ、言うてみ。手握って？せや、言うたら？お前がちょうど手握っとったから、それ引いた反動で起き上がろうと思ったんやけど、逆にお前が落ちてくるとはな。おい、菅野、お前もっと腹に力入れろや。事前に告知して何がおもろいねん。おもろいかおもろくないかの問題や。簡単に逃がしたらつまらんやろ。握ったのも自分やねんから、自分で解いてんのいてみ。ギブアップ早いな自分。お前も力自慢やなかったん？素直やな。ほれ、そろそろ解放したるわ。はよのき。話す。で、今日は何の用や？
保健室には？せやから入ってきたん。ほう。ああ、そんなもんより自然の風の方がええ。お前、何考えとったん？俺が寝とる間、なんか考え事しとったやろ。お前の思考程度、簡単に読めるわ。それはどういう意味や？それで？ああ、結局お前もそれか。ほんまにどいつもこいつもつまらん。お前もつまらん。ああ、ごっつい興ざめや。帰る。ついてくんな。知ってる？夢っていうのは普段は抑圧されてる自分の願望の表れなんだって。わかるだろ？つまり君も心の奥底では俺とこういう関係になることを望んでたってことだ。今夜怒涛の急展開を迎えるドラマ、帰ったぜ。はあ、今度は別のやつと一緒に買い物に行こう。気づいたらカゴにマッシュルーム、しいたけ、えのきだけまで。ああ、ただいま。ん？おい、おめえ、なんだそのしけた面は。ああ、なんか元気ないよな。どうした？何かあったのか？なんだ、おめえにも師匠がいんのか。お前の尊敬する人が誰か知らないが、怒らせたって何かしまったのか？わかんねえ。じゃあなんで怒ったってわかんだ？いや、そりゃ相手の態度を見れば怒ってるかそうじゃないかくらいの。そうとも限んねえだろ。気分で動く師匠なんかごまんといるぜ。いや、だから師匠じゃなくて尊敬する人だって。あ、じゃあ何か怒ったなっていう決定的な証拠とかはあったか？何かもつれてるみたいだな。詳しいことはわからないけどさ、怒らせたってことは最初から怒ってたわけじゃないんだよな。怒り出すきっかけになった言葉とかないか？例えば
この言葉言った時になんとなくそいつの顔が曇ったなとか、怒り出す前は何話してたかなとかさ。そんなもん分かってたらこいつだって自分でどうにかしようとするだろ。いいえ、案外そういう時って冷静になれないもんだからな。考え込むと悪循環に陥って客観的に自分が見られなくなったりするし。どうだ、些細なことでも何か心当たりあるか。おお、それなら簡単じゃねえか。そいつを尊敬しなきゃいいんだろ。いやー、まあ最終的にはそうなるだろうけどな。まず尊敬ってそんなに簡単に取っ払える感情じゃないだろう。そうなのか。じゃあ戸上が師匠に尊敬するのをやめろって言われてすぐできるか。できるかできないかじゃねえ、死ねえ。普通に言われたら照れたり恥ずかしかったり、そんな感じだよな。でも怒ってたんだろ。ってことはおめえに尊敬されたくねえんじゃねえのか。話がまた極論に戻ってるよ。とりあえずそうだな、自分に置き換えて考えてみるのはどうだ。そう、例えばその相手に菅野の方があなたを尊敬するって言われたらどう思うのかとかね。何か分かったのか。そういうことならやっぱり戸上の言う通り、尊敬されるのが嫌ってことなんだろうな。する方がされる方に置いてかれて寂しいってのは普通だろうけどさ、逆はそこまで寂しかったり怒ったりはしないんじゃない。まあそもそも置いていかないだろうけどさ。何言ってんだが難しすぎて俺にはさっぱりだぜ。うん、嬉しそうな顔しちゃって何か分かったのか。うん、よかったな。顔もいつもの武士みてえなおめえに戻ってるぜ。どういたしまして。アホやな、こいつはほんまに。
なんや、起きたんか。どんな夢？母やない。さようか。お前が寝相悪いから気になるんとちゃうか。悪いってことにしとけ。俺もっとこっち寄り。こんな感じか。お前俺を誰やと思うとんねん。目閉じ。簡単に引っかかりよって。その方がおもろいからや。それとも他になんか考えとったんか。起きたら、なんもなかった夢や。わかった。